菱重工相模原ダイナボアーズ対トヨタベルブリッツの一戦、いきなりこの吉田京で当てていきました。さらにもう一つピックして三浦です。ここは絡んだか、いきなりジャッカルです。坂本ですね。しっかり通していきました。まずは3点先制はダイナボアーズです。そこから改めて、いやここもいいタックル、2人がかりです。シルコップと坂本でいきました。そして奪った、ヘモポ。ファルコンのキック決まっています。これで3対3となりました。いや、そんなにこうチームにコミットできてないとかはないかなと思っているので、はい、まあ、でもその状況でもいい形で入れているので、うん、これからもっともっと良くなるんじゃないかなと思います。なるほど。ここは外に、さあそして裏へのキック、これ裏誰もいないところです。高橋がこれ入れば一気にトライになるか。高橋太一、見事なトライ、自らと持っていきました。さあこれでベルブリッツが最初のトライを取る形になりました。10対3で福田さばきます。デュトイ、これもスローフォードないようです。福田から遠いところ、秋山入ってきました。このジャッカル成功、再びディフェンス見せました。今度は鶴屋取り切りたい。モール、さあここは押していく、ボールは彦坂、グラウンディングを受けたかどうか、トライです。ナイストライ。ようやく取り切りましたベルブリッツ。リンディ・マコト・ダニエル、ショートサイド、オフロードつながった、ホネティ面白い、押し込んでいく、サボル出てくるかどうか、出てきた、シルコックかわした、まだいきます、外を受けるか、置いた、見事な連続アタックでした。最後はヘモポ、ナイストライ。距離は十分、おお決まりました。さらに2点追加、ここで前半終了、15対10、ダイナボアーズが1トライ最後に返しました。ここはまたベルブリッツの方がスクラムでプレッシャーをかけていきますが、ボール出してきた、逆に振ります、シルコックから外側、ホネティ22を超えてきます。さらにつながった、シルコック、ボールさばきます、ディンカンプ、まだあります。さらにアドバンテージも見ながらショートサイドに行ったクイパス、ホネティ避けるか、トライ、見事なトライ、見事なつなぎ、ダイナボアーズ追いつきました。シルコックのキックは決まりました。これでダイナボアーズの方が前に出ます、17対15。奥で合わせるヘモポ、ナイスボー、裏を通します、ホネティ、これは絡んでいるか、絡んでいました、来ました、姫野和樹、ここもループを使って重野に対してヘモポ、立てつなぐロンチブリ、引き倒してジャッカル狙っていく、坂本ジャッカル成功、坂本雄介、シルコックパスダミーで前へ、野生です、このサポートしっかりついている、ホネティ、ホネティ、さあ中央まで持っていくか、トライ、取り切りました、ダイナボアーズ勝利を大きく大きく引き寄せる、タウモハパイ、ホネティ、トライ。5分を
回っています後半です。さあこれでワンポゼッションでは追いつかない9点差となりました。重野からアタックライン、深いラインができています。姫野が当たる、低いタックル、前に出た、オフロード、つながっている、次の巻きから、これはどうだ、ペナルティー、そしてどうでしょう、今マルムカバーいない11番イエローカードですね。ペナルティートライ、これで7点です。今のはこのホネティのペナルティがなければトライだったっていうレフリーは判断だったので、はい、まあ、イエローカードとペナルティートライが与えられます。手前アタックライン、ファルコンブレイク、ティアン・ファルコン、内側サポートいる、さあ重野が走り切れるか、後ろから選手が戻ってくるか、丸山ノックオン、そしてキックで逃れます。いや、まだボール切れていませんが、ボール切れていません、ボールが止まった、プレーオン、プレーオン、さあ選手はかなりきつい。ここで岡田、低いタックル、まだ入ります。残り20秒を切った、丸山から高橋、80分のホーン、ここで取り切らなければならないベルベリッツ、ただ2点差です。ダイナボアーズはペナルティーもできません。どちらか奪ったか、奪った、エピネリエルイバイティ、選手がフィールドに突っ伏します。シルコックが蹴り出して、ここでノーサイド、相模原ダイナボアーズホスト開幕戦、トヨタベルブリッツを制しました。今日の POM はもう間違いなくホネティ選手だなと、はい、思っています。はい、まあ、ちょっと感極まるものはどうでしょう、表情的にあるでしょうかね。そうです ね、 間違いなくこのお客さん、ダイナメイトたちの、はい、後押しありましたよね。ありました。私今もう本当鳥肌立ってます。もう言葉がすごい、もうなんていうのはもう言葉にならない。はい、最高のこのダイナメイトたちにとってはクリスマスプレゼントになりました。